お待たせしました。まもなく発車します。ご注意ください。Thank you.
まもなく西宮、西宮です。西宮の次は天の先に止まります。西宮では左側の扉が開きます。
お待たせしました。まもなく発車します。ご注意ください。本日は阪神電車をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は近鉄山田駅発車電車です。電車駅と到着時刻のほうが対応します。次の伊勢市には11時46分終点の宇治山田には11時49分の到着予定です。皆様に車内の時刻のほうが対応します。手洗いは調整を行います。扉が開きません。発車までしばらくお待ちください。電車が追いかけ開業10周年、阪神近鉄つながって10周年記念ツアーにご参加くださり誠にありがとうございます。今回は第3弾としまして期待を込めて新元号初の
ウィスタバイルの旅を実施させていただきます。今回ご一緒させていただきます添乗員の松田と申します。他スタッフは6名乗車しております。よろしくお願いします。ご乗車いただいています列車は阪神近鉄直通団体貸切列車でございます。列車はこのまま先を出発いたしますと目的地の伊勢市および宇治山を直通で運転されます。予定時刻は伊勢市が11時46分宇治山田駅が山田市港が新聞前入りの解説をさせていただきます。 A プランのご参加のお客様は伊勢市で列車いただき伊勢神宮のご案内を進めていただきますので団体行動をお願いいたします。 B プランご参加のお客様は列車の自由に神宮をお越しください。日本からお参りのお客様は伊勢市でご列車いただき共にで英語の神宮を参加ください。英語入り口まで何人もご参加ください。バス乗務員に展示するだけで一日ご利用いただきます。皆様にご利用いただいています座席はお帰りも同じ座席となります。お帰りの号車は先頭が6号車となり号路とは逆となりますのでご注意ください。お帰りの列車の時刻は初めにお送りします通り内山田駅が17時33分伊勢市駅が17時35分になります。到着後は車内付近の通りを行くことができますのでよろしくお願いします。後ほど注意が先ほどのお手伝いをしますので目の後ろのご質問とお伝えにお伝えください。それでは快適な列車の旅こちらの旅をお楽しみください。北川駅にて時間調整を行います。扉は開きません。発車までしばらくお待ちください。本日は阪神電車をご利用いただきましてありがとうございました。
Thank you.
天井に空の反応を素早く示すと、既に本の思考回路にある手順分までの予測の実際に移り込みます。その後、スタートに取り組みますので、それらで、ご質問と答えましたら、お気楽にお声掛けをください。